FM のスーーブムーブムオンアップここからの時間はグルーブ札幌スマイル毎月第2第4金曜日のこの時間は笑顔になれる街札幌がコンセプトの札幌スマイルを拾えていくため札幌スマイルパートナーズの皆さんの取り組みや活動を紹介していきます 今週はスタジオに株式会社ラフグループの大坪ゆ樹さんをお迎えしています大坪さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします今日は代表自らですね、はい、あの来ていただいているんですけれどもま,まずは株式会社ラフグループどんな事業を手掛けているのか教えていただけますかはいありがとうございます、えー、私たちラフグループはまあ笑顔というキーワードのラフなんですけど、えー えっと、食ですねその中でも水産、お魚関係ですね、うん、お魚関係の、はい、えと海から取れて、取れてからこっち札幌まで運ぶための物流とか、えーえっと、あと小売店、お魚屋さんとか、はい、加工業とか、えー、と<ー>卸売と飲食店と、さ、えー、まざ、あ、まにお魚に関わるいろんな点を結ぶようなお仕事させてもらってます。えーえー、まさにその点と点を結んで っていうところで、その食の一気通貫事業。とも言うんですね。手掛けていられ、はい、いらっしゃるということなんですけども。この一気通貫事業というのは、こう具体的に。まあ、今お話いただきましたけれども、どういったことになるんでしょうか。はい、ありがとうございます。まあ、うまく言うと、一気通貫っていうところなんですけど、さっき言った通り。はい、あの、別名で、はい、これもかっ,かっこよく聞こえちゃうかもしれないんですけど。ええ、ファームトゥーテーブルと同じように、オーシャントゥーテーブル、えー。 っていう言葉が僕らの中のその息気通関事業をもっと柔らかくすると海から食卓へみたいなところを目指してるんですねその中の点を一個ずつ結んで自分たちでお魚のことを本気で知るプロになろうそれを一個ずつ事業にしていくとやっぱお客様に力強くね飲食店でも食卓でもねお魚のことをお伝えして美味しく食べてもらえたらいいなという思いと連動してやってます。 やはりそういったこう点をつなげるからこそ見えるものだったり情報だったりつながれる人があると思うのでその飲食店なんかでも、ねうんうん、スタッフの方が進めてくれる時の,その思いとかも、ね、違ってくるんだろうなって今聞いいいてて思まました <laughs> ありがとうございますで4つの事業が終わりということでそれぞれお伺いしていこうと思うんですけれどもまず1つ目にあるのが北海道水産品製造加工事業ということで こちらではどういった取り組みをされているんでしょうか。はいえー、と北海道の新鮮な、えー、と各漁港のお魚、はい、もしくは市場ですね地方の市場から普通のものじゃなくて、えー、少しちょっと変わったものだったり少し市場だとしたら最後余っちゃったものとか<ー>で各漁港でいろいろ特徴があるのでちょっとつあのまだ使われてないもの。 使われづらいものとかちょっとまだ美味しいのに価値がついてないものを僕らはちょっとニッチな部分でピックアップして、まあ、料理人の集団でもあるので飲食店やってるんでちょっと加工をして美味しく仕上げて食卓用の商品をいろいろ作ってますね。 はい、まさにあのよくそのお野菜とかだと棄殻外になってしまうものとかをこう活用してみたいなのと割とねイメージあったのでなんかそういったこう水産の方でそういったこともされていらっしゃるということなんですね、はい、それがまず一つの事業としてあります、はい、で続きまして水産品卸売事業こちらについてもお願いします,、はい、あ,ますあのやっぱり飲食 まあ道外中心なんですけど、ええ、まあ北海道の PR って言ったらまあ事業とはまた別の部分かもしれないですけど、はい、やっぱ水産、ま、ださっき言った通りまだ知られてない北海道の魅力が道外の方々の百貨店だったりとか、ええ、飲食店の方々に僕らがなりに全部やってますので、はい、僕らなりの PR と僕らしかない商品をお届けしてあの 道外もしくは海外ですねの方々に私たちの,あの大好きな北海道札幌も含めてですけど町の PR をするために逆に道外もしくは海外の方を中心に北海道のそういう製品を卸しているっていうところですなんか海外なんかもきっと注目していただけそうな感じはあるんですけどもっともっと何かの一助になったらいいなと思って。 北海道の水産って言ったら、きっとね、ね<え>ファンの方も多いんじゃないかななんて思ったり。はい、であと 祭り授業これ、ね、祭りがこれ、はい、アルファベットで「まり」と書いてまして <laughs> これはどういった授業<の>取り組みをされてるんでしょうかうなんか遊んでるように見えるんですけどやっぱ遊ぶことって大切で食って生きることもそうだし、はい、笑顔になることじゃないですかそうですね一日の中でだからその中で笑顔になる瞬間をもっともっとより多くの人にって思った時に食フェスだったりとか、えーまあ、一つ言うんだったら僕これいつもお店で子ども食て 食堂もそうなんですけど、はい、あとやっぱ魚のことをお知ってもらう小学校への講演だったりとか、えー、高校生へのなんかこう食フェスだったりとか、えー、いろんな角度でお魚の PR お魚を食べて楽しんでもらえるような企画な設計とか運営っていう部分で、うん、ここの授業という形でやらしてもらってます。はい、それが祭り授業じゃあもう,こう小学校とか学校に出向いてちょっと講座をやったりとかっていうことも。まあ楽しく面白かしですけど、えー、されてるんですね <laughs>、はい お魚ってとか、海の世界とかの話をね。は,い、はこういったね、さまざまな活動があって、今三つご紹介いただいて。そして。飲食事業を。こちらについても。教えていただけますか。はい。あの。創業。まあ、あの、皆さんに支えられて、十九年目迎えさせてもらっていて。えー、まあ。最初は飲食店だったんですね。はい。で。まあ、その。 お魚屋さんを併設している飲食店っていうのも今やってて、うん、北24条とたぬき工事ですかね、えー、あのそのお店は始発鮮魚店っていうんですけど、はいで、そこでお魚売って、料理人がその店頭にあるお魚を調理して、はい、その中にあるあ<ー>あの食堂みたいなところで食べてもらいながら、えー、お酒もあったりとか、いいで,、ね、で今、市内に少しあの、ね、11店舗ぐらいやらせてもらってて。えー 店舗たぬきこみちの,のお店を私も行ったことがありまして、あ,あ,あそこも、ね、お魚こう、ね、並んでたりして、食べるところもね、なんていうんですか、やっぱ私ね、鮮魚店行くと、結構ね、楽しいっていうか、あの気持ちが上がるんですよ、うんうん、<laughs> 珍しいお魚だとか、うんうん、これ、どうやって食べたらいいっていうのをコミュニケーションしながら、うんうん、家に帰って食べてみて、あこの、ね、食べ方いいなとか、発見にもなるっていう、対面販売ってやっぱ、うん、魅力あるな 私自身も感じていますで飲食店はじゃあ今11店舗あるということですもんね。いろんな携帯で今ご紹介いただいたようなでお店があります、はい、でまあそういった取り組みを通してグループとしてどんなビジョンを掲げていらっしゃるんでしょうか。 えっと、僕らのビジョンは笑顔を子どもたちに残していきたいっていうとこで残していきたいキーワードで言うと僕ら何ができるかなと思うとや、うん、やっぱ今やっぱり今ている事業の推算になります、はい、でまた4八の話になると「えー、四八の由来って48ってて書くんですね2 0四4 8スペース魚でググ「魚」で Google で検索ヤフーで検索してもらうと「はいえっと魚の天然魚が極端に減る年もしくはなくなる年」って書かれて って衝撃だったんですよ、えー、でそこから結構志すようになっていていでもそうなると僕らの仕事ってないよなって飲食店だったんで,でそこからきっかけでいろいろやり始めたんですね要するになので未利用魚の活用であったりとかそこの普及北海道の普及にもつながりますし私たちが飲食店だからそれを美味しく食べてもらう PR で製造して一般の家庭もそうだしまだまだ 資源残ってますしだからそ,、うん、その48年問題って言われたものを、うん、なんか少しでも僕らの魅力ながら解決できることにつながるんであればきっと笑顔残っていくよねと。っていうところをどこまでできるかっていう勝負のために、うん、オーシャントーテーブル、えー、一気通貫事業オンリーワンの部分で拡大よりも拡充っていうところで、うん、北海道に根付いた食材で、えー、北海道に根付いて地域で、はい、あの活動させてもらって。 出ますね、本当に皆さんのおかげでそこから来てたんですね、はい、四八鮮魚店の2048年、はいじゃ、お魚自体がいなくなっちゃうかもっていうような、そんな未来から今、降りてきて、じゃあ何ができるっていうところで、いろいろやってらっしゃるっていうことだったんですねそのの先にどれだけこのお魚漁業関係でね。 多くの人が携わっているんだろう、うん、北海道もと思ったらあこれはもう大事なことだなっていうのを今代表の話を聞いていて、ねね、感じています,いますでは最後に札幌スマイルパートナーズとして今後の展望も何かお聞かせいただけますか、うんまあ、観光都市として観光業だとやっぱ思っていて、はい、観光業の中に飲食業だったりいろんな業種が含まれているなというところで、はい、やはり欠かせない札幌の街にとって欠かせないうーんあの 街の魅力のために観光っていうものがあるので、はい、やはり来てもらう方々に僕らなりに喜んでもらいたいですね、うん、観光の方も海外の方も来てもらって、うんえー、なんかこうお値段というよりも、はい、どんなゲすごいだろう俺たちの街とか僕たちの街<ー>私たちの街って思わせるための、はい、私たちの事業がそこにあるので、うん、やはりプライド持ってこの街のこの食材の人だったりとか、はいうん、景観店雰囲気、うん、温度人の温度も含めて 一つでも私たちに携わってもらった方々観光で来てくれた方がやっぱすごいよね、この街って面白いよねって魅力しかないわって笑顔になる街まさにその通りだと思うんでうんそこに向けてラフグループも一緒になって皆さんと一緒になって取り組んでいいきたいと思ってます、はい、プライドという言葉がすごく大きく響いてきました。 今週は札幌スマイルパートナーズ株式会社ラフグループ代表取締役でいらっしゃいます大坪祐樹さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました今週は株式会社ラフグループの代表大坪さんに札幌スマイルの取り組みについてお話を伺いましたお店の由来もあの一生残りましたねそういったね2048年の問題についてもお話しいただきました。 笑顔になれる街、札幌がコンセプトの札幌スマイルを広げていくため、札幌スマイルパートナーを募集しています。詳しくは、札幌スマイルパートナーズで検索。どんどん札幌スマイルの輪を広げていきましょう。次次回回は8月11日の放送ですグルループ札幌スマイル次回もお楽しみに